もうアンパンマンとか流れてたりする。え、じゃあアンパンマン聴きながら運転してんの？うん、そう。アンパンマン歌ってる。楽しめるそれ。うん、楽しめる、楽しめる。確かに。俺の宿泊はキャンプぐらい。誰かいる？どういうこと？何してんの？ザスパ群馬、背番号17番、山中敦樹です。ザスパ群馬、22番、高橋理也です。今回の企画は、群馬の魅力に触れるドライブトークです。イエーイ。はい、というわけで今回は、初めて YouTube ドライブトークの企画を行おうと思います。お二人は、普段から車に乗って行動することやっぱり多いですか？そうですね。うん、まあ練習の行き帰りもそうですし、うん、まあ群馬なんで、ほぼ車っすね。山中選手はいかがですか？そうですね、僕も電車っていうよりやっぱ車の方が移動楽ですし、うん、まあお店とかも結構道沿いにあることが多いんで車で移動することの方が多いですね。今回はより多くのサポーターの皆さんにここ群馬県前橋市に来ていただきたいということで、練習拠点でもあるここザスパークから試合を行う正田醤油スタジアムまでの道のりをお二人にドライブしていただこうと思っております。まず最初の目的地なんですが、ザスパークからスタジアムに向かう途中にあります道の駅前橋赤城さんに向かっていただこうと思います。二人とも行ったことありますか？僕ありますね。あの娘を散歩に連れて行くときに、あの道の駅の公園に行ってちょっとこう話して一緒にちょっと遊んだりとかしてたんで何度か寄ったことあります。高橋選手どうですか？俺はあそこの前の道を結構通るんで、見たことあるんですけど、はい、行ったことないですね。気になってました、あそこ。はい、なのでそちらも楽しんでいただければと思います。で、ドライブしている道中でですね、お二人に様々なお話をしていただくために、こんなものを用意しました。こちらなんですけれども、エピソードボックスとなっておりまして、こちらに約何枚かの紙が入っております。で、紙に書かれているテーマをお二人でお話ししていただくという形になりますので、どんなエピソードが出ても、ぜひ、はい、はい、嘘なく、100% で答えていただければと思いますので、okay、よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは行ってみよう。はい、じゃあシートベルト、はい、しっかり締めてね。締めて、はい、行きますよ。出発出発。じゃあ安全運転でお願いします。任して。でも2人で車乗ることとかあんまなくない？ないね。アツと2人でどっか行ったことある？ない、初めてかも意外と。あ、でも俺が来たばっかの時に車なかったからカインズ連れてってもらった。あー確かに。でもあんま人の車乗って行くとかない。そう、大体みんなお互いの車でどっかしよう。メイン集合だもんね、うん、でも確かに寮生の時はめっちゃ乗り合いしてた。乗り合いだったね、うん、ラーメン屋とかさ。そう、なんか飯食い、飯食い時とかもじゃんけんしてじゃんけんでキャンプの時も結局集合は現地だもんね。うん、確かに最初の方ちょっと乗り合って言ってたけど結局荷物多いから。そうなんだよね。車あった方がいいって。え、これまっすぐ、これ右、これ右、うん、でも全部これさ使い切んなくない？普通に使い切んない。16枚ですよ。大事じゃない？引き、ね、マジ大事あのマジ変なの引かないでの選びたいんだけどね。あ、見てね、うん、いいね、こういうYouTuberっぽいこと一回やってみたかったもんね。ないよね、うん、確かに。いつも運転してる時とか何してる？家族と車に乗る時はどうしてんの？喋ってる？結構喋ってるね。で後ろに乗せてるじゃん子供。うん、もうアンパンマンとか流れてたりする。え、じゃあアンパンマン聞きながら運転してんの？うん、そうアンパンマン歌ってる楽しめるそれ。うん、楽しめる楽しめる。確かに俺とかさ運転する時結構爆音で音楽流してさ、うんうん、めっちゃ歌っちゃうからさ。あ、それできなかったらきついかも。意外といけるよ意外とアンパンマンいける。意外とアンパンマンいける初心に帰って、うん、いっちゃう。じゃあ1枚目、1枚目いっちゃいます。ラジオ入り1枚目、じゃん。お、いいか。お、いいね。オフの日はどんな過ごし方をする？じゃあゆり、これ1枚目にとっていいんじゃない？いや最高最高、うん。でオフの日どんな過ごし方するけどさ、うん、俺らでも結構あれじゃん、共通の趣味があって、ね、キャンプっていうね。そう、そう、一番のね今ドハマり中の、うん、ドハマり中の結構 前から行ってるんだけど、もうキャンプはみんなで行くもんね。そうだね、うん、
もうちょっと長めの休みとかあったら絶対一回確認入る、うん、予定と天気を確認して、今日行けんじゃないみたいなこの日行けんじゃないみたいな話から始まって、どんどん仲間集めをして、うん、そうだね、そう企画 してで、そっからあれだよね、その作る料理とかさ、うんうんうん、なんか飲み物とかこう調べてって何作るみたいな、そっからもう楽しいもんな、そっから楽しいよねキャンプ行く前もキャンプの良さってその計画からいいんだよな、うん、チームだけやってみんなすごいよね、その協力が、いや間違いないのこの間行った時なんかさ、料理の候補はすぐ出てさ、そっから持ち物のさ、うんうん、メモみたいなのが始まったじゃん、そうだね、何いるみたいな、買い出し分かれて、うん、みんなで分担して買い出し行って、そこから現地集合スムーズだったよな、スムーズだったね、ただあれ前回の反省はちょっと買いすぎた、そうだね、食材を買いに行きすぎた、気合入りすぎて買いすぎちゃった、うん、そうだね、やっぱ初めての風間先輩がいたから、ね、そうですね風間先輩がもう欲しいもんだらけですよ風間さんでも最近本当人が増えてきていいね、はい、盛り上がるもんね、盛り上がるね、やっぱ群馬に来ていいところって言ったらやっぱいいキャンプ場に出会えたことか、いや本当そうだね、うん、山も多いし自然に囲まれてるから、そこは本当に魅力だよね、魅力、まあもちろん温泉もね、うん、いいしね、伊香保も草津もあるし、そうそうそう、いいけど自然が本当に綺麗だよね、気持ちいいね、うん、結構さ俺感じるのがそのオフの日の充実度が、うん、その週のパフォーマンスに関わってくるって最近感じてる。ああああ、一日オフの日に家でゆっくり過ごしてた日、うん、まあもうそれももちろんリフレッシュになるんだけど、うん、やっぱみんなでどっかキャンプ行ったりとか、なんか美味しいもの食べた時って、やっぱすごい心がリフレッシュされてるから、うんうん、そうだね。その週のパフォーマンスが結構自分的にいい気がする。いい、うん、確かに体自体は休まってるかどうかわかんないけど、うん、心と頭は、すごい確実にね、スッキリしてるからね。で、デジタルデトックスされてるし。携帯見ないし。うん。自然触れて。うん。火囲みながら、ね、うんうん、みんなで喋ってる時間とか。いいよね。あの夜とか最高だよね。最高だね。え、逆に、うん、キャンプじゃない時もあるじゃん。そうだね。その時何してんの？オフの日は、そのリフレッシュが大事だと思ってるから、うんうん、結構外に出かけたくて、うんうん。で、運転するのも結構好きだし、いろんなとこ行くね。軽井沢だったり、うんうんうん、その栃木の方だったり、結構車でどっか行くのが好きだから、同じところに何回も行くっていうよりは、どんどん新しいところに行く、うんうん。行ったことないところに、ね。そう。行くっていうのが最近多いかな。あとは？俺は、まあ家族いるから、ゆっくりする日もあるけど、うん、でもカフェ行ったりとか、うん、あと買い物が多いかな。まあやっぱそうだよね。うん、ちょっとなんかこう、近めの買い物とか。うん、近めのカフェみたいなの探して行って気軽にね、そうそうそう、あんまり遠出とか宿泊は減ったかな、うん、前よりは、そうだよね、家族いたらね、唯一だから俺の宿泊はキャンプぐらいだからなおさら楽しいの、めちゃくちゃ気合入る、なるほどね、じゃあ2つ目のお題行ってみますか、行こうよ、じゃん、お、幼少期のポジションは、いやこれ結構みんなすごい違うと思うんだけど、いや全然違うと思う、結構意外なこと多いよね、うんうん、じゃあアツはどうだった、今はさ結構サイドハーフとかさ、うんうん、小学生の時はフォワードでした、やっぱそうだよね、うん、みんなフォワードだよね、やっぱもちろん左ハーフとかやってたこともあったけど、うん、でも俺もそうかも、今は結構ディフェンスだったりやっぱ後ろ目のポジションが多いけど、うんうん、中高とかでも毎回違うポジションやってたから、うんうんうん、小学校時はやっぱりフォワードで左足振ったらシュート入っちゃうもん、ね、ああ俺らの共通点って左足、そうだね、小学校の左利きでなんかさちょっと違うもんがあったり、うんうん、ちょっとレアだったしね、そうだからフォワードやってたね、やっぱそうだよね、え、中学の時とかさ、うん、中学の時なんかはそのフォワードで中学のチーム入ったんだけど、うん、フィジカル的な成長がすごい遅くて、ああ、ちっちゃかったの？小学校とか背も高い方で足も速くてキック力もあったんだけど、うん、中学校入ってからすごい置いてかれて、そこが、うん、周りはみんな背高くなるし、うん、足も速くなるし、キックも、ね、で5号球になるじゃん、うんうんうん、でめっちゃ飛ぶのに俺だけ置いてかれて、
で、本当中学1、2年生ぐらいの時はしんどかったね。なんかポジション動向じゃなくて、ああもうシンプルにもう能力で勝てないみたいな、置いてかれてるみたいな。へえー、そうなんだ。そうやって、でも中3の夏とかで12センチとか伸びて、うん、急にね、そう、そこら辺からちょっと能力的にみんなに追いついてきてサッカー楽しくなった。でも中学校の時はそれで足の速さとかでちょっと置いてかれたから、中盤とかやることが多かった。ああ、そう。でも俺も中学入って、うん、まあ関東リーグってところ所属してたけど、うん、左バックで出てた、ずっとサイドバックね、うん、でもちっちゃかったよ俺、うん、ちっちゃかったのにずっとサイドバックやってて、でも左引きって結構 やりがちやりがちだよね。人もいないし、うん、だから左バックなのにめっちゃドリブルしてた。めちゃくちゃ仕掛けた。そこだけが楽しみ。うん、もうボール来たら全部仕掛ける、ね、出れない時期もあったから、うん、その時センターバックやったりとかもしてて、圧が、うん、ちっちゃいけどビルドアップするのに、うん、ちょっとセンターバックの練習みたいなやってたりとか、ボランチやったりとかもしてたけど、うん、まあとりあえずでもいろんなポジションやるよね。やるやるやる、やっぱみんな。でもそれやっててよかったなと思う。俺も思う。いろんなポジションやってきて、そのまま今できるポジションもあるし、うん、そうだね、なんか他のポジションやった方がなんか見える景色もあるよね。うんうんうん、大事だと思うな、いろんなとこを経験するって、うん、だってユリもさ、うん、今でもボランチやったり、うん、サイドバックやったり。俺はプロ入ったからもいろんなポジションやってる。そうだね。まあ俺もなんだけどね。確かにサイドバックやってたしね。そうそうそう、サイドバックもやったし、で右左やって。確かに結構今いろんなポジションできるって売りだもんね、うん、大きいね。じゃあ3つ目、テンポいいね。結構今のところ引きいいよ。引きいい、引きいい、うん、お、でもこれはちょっと今と似てるかも。あ、サッカー人生は順風満帆おわ波乱万丈。いや、むずい。いや、どうだろうな。でもさ、うん、順風満帆な人なんてもう今この世界に入ってる人ほぼいないじゃん。ほぼいないね、やっぱり。めちゃくちゃみんなどっかでしらさ壁にぶち当たってるし、いろいろあるよね、絶対、うん、挫折もして悔しい思いしているからこそここにいるって、うん、まあ昔から天才で、うん、エースキャラでずっと来てる人って確かにあんまいない、あんまいないね。でこいつエリートだったじゃんみたいな思ってもさ、うんうん、話聞けばさいろいろあるじゃん、うんうん、そいつこそ。そうだね。実際ユリはどうだった、その今までを。そうだね、いや波乱万丈だと思う。ずっとエリートとかでも来てないし、うん、引っ越しも多かったから、親の仕事で、ね、いろんなとこでサッカーしてるのもあるから、うんうん、もうそういう意味ではもう波乱万丈だし。そうだね。私その中学校で置いてかれたとかもあったし、うんうん、でまあ高校で全国出たりさ、結構中学よりはいい成績残して、うん、けど大学入ってまた関東のレベルが高くてみたいな、うんうんうん、結構波があったし、大学も俺推薦とかじゃなくて、うん、セレクションから入ってるんだよ。すごっ。そっからで最後の最後でギリギリプロになってるとこだから、うんうんうん、波乱万丈。で、アツーはさ、レッツユースじゃん、うん、でも高校サッカーとかからするとさ、うん、J1 のユースなんかするともうエリートなんや、うんうんうん、名前だけ聞いたらね。そうそうそうってイメージがあるんだけど、実際どうなの。いやもう、すごいよ。本当にすごいんだ。すごいよ。もう、まあ、まず興南南って、うん、まあ名門ちゃ名門ちゃ聞いたことあるチームだったけど、ね、うん、みんな誰でも入れるから。そうなんだ。 C チーム小学校で、うん、聞いたことない。3チームあるからもうそれぐらい人も多くて、うん、ライバル競争激しくて、うん、大きな大会はほぼ出たことないし、俺らの代で、うん、バーモントカップってあの、うん、フットサル、ね、優勝したりとかしてるし、そういうなんかあるけど出てないし俺。あ、そうなんだ。そうだから正直優勝したって言っても俺出てないからみたいな。いただけなんだ。そうそうそうだし、うん、まあ、中学もグランド FC って、まあ、関東でやれてたけど、うん、降格させてるし、うん、出れなくてセンターバックやったりとか。あ、そこでなんだ。そうそう、 B チーム行ってセンターバックで修行してたみたいな時もあって、うん、守備力とかそういうところのトレーニングもしてたし、でユース入ってからもそうだね、いろいろ出れない時期もあったし、うん、それこそ俺高校3年生浦和ユースで10番つけて、うん、結局クラブユースって夏の全国大会で試合出てないし、うん、ベンチ座ってたりメンバー外だったりとかしてるから、本当に挫折だけで生き残ってって感じ。そうなんだ。聞こえはいいけど、そうそう、やっぱ壁にぶち当たったことの方が多いんだ。多すぎる。へえ。だから何クソ根性は。やっぱその気持ちだよね。うん、そこ多いよね。めちゃくちゃ大事だと思う。そういう負けず嫌いって。
って話してる間にもう到着しましたね。どこでもいいのかな。初めて入った。え誰かいる。誰だ。え何してんの。えどういうこと。何してんの。え何してんの。いいっすか。どうする。どうする。どうする。あ、だっそんなことある。じゃあ失礼しまーす。嘘でしょ。中潮選手登場です。中潮選手を拾っちゃいました。初めてヒッチハイク拾ったわ。ヒッチハイクで。というわけで、道の駅、前橋、荒木さんに到着しました。到着。無事にね。突然ね、中島選手も合流するという流れに。びっくりっすよ、本当。本当に知らされてなかったんで。一応僕誘ったんですよ、最初。そう。そしたら断られて、まさかのヒッチハイクでいるっていう。ちょろいっす。いい仕事。マジで。ありがとうございます。で、こちらの道の駅さんですけど、昨年3月にできた新しい道の駅であり、野菜の直売所であったりとか、さらに地域の素材を生かしたスイーツ、あちらにもある温泉施設やバーベキュー施設が存在する前橋の新たな観光スポットとなっております。で、今回はですね、こちらであそこの観光案内所で前橋の特産品とかが送られているので、そちらを見ていただいて、その後にこちらの特産品が売ってるコーナーがありますので、そちらでちょっと今まで食べたことない群馬のお土産だったりとかを買っていただいて、公園で食べていただいて、こちらの施設を満喫していただければと思います。じゃあまず観光案内所の方から行ってみましょう。行ってみましょう。基本的赤城さん。赤城がメインなんですね。うん、かわいいコロトン。マスキングテープ。これ伊藤と喜びそう。シールハマってるもん、ね、シールハマってるから、ね、気流手ぬぐい。かっこよくね。気流手ぬぐいだって こんなの作れるのに。かっこいいね。実際にこちらにありますけど、どうですか。手触りがお好み。どれがお好み。じゃあせーので指さす。せーの。俺とこっちでしょ。俺と厚木はこれを選んだけど、うん、これだろ。これこっちだよね。こっちでしょ。じゃあこことここはやっぱ気が合うけど、やっぱ一人だけ。ヒッチハイクしてくるぐらいにしちゃったから。最初から来れねえからさ。やばいし。じゃあ何？だって手ぬぐいのスカーフみたいな。首に巻くの。へえ。つけてみて。今年の冬それじゃん。ルナパークいつか行きたいんだよね。まだ行ってないの。まだ行ってないよ。行ったことない。あ、県庁あるよ、県庁。あ、県庁あるね。俺あと焼きまんじゅうも食べたよ。焼きまんじゅう好きですか。え、僕好きです。結構好き嫌いが多分くっきり分かれてる。俺食べたことない。しょっぱいのに味噌。味噌味噌味噌美味しい。へえ。で、中にあんこ。あんこ入ってる。入ってたりする。美味しそう。皆さんもまだは知らないね。どうも魅力が伝わる。何年目群馬。2年目。5年目。4年目。まだ味わえてないね。味わいきれてないね。こんな素敵なとこがあるのに。キャンプばっか行ってる場合じゃないね。広げないとね。広げないと。広げないと。くせもん。え、ご試食やってるよ。ちょっと、もらえない？いいよいいよ、食べて。すいません。じゃあ、試食いただきます。いただきます。なんですかそれ。シャインマスカット。はい、いかがですか。甘っ。うん、いい。うん、グッド。美味しい。めっちゃ甘い。白ナスだって。1個しかないけど。ナス白い。焼いてポン酢と生姜、ビールと合う。いい。すごくね、これ人気なのかな。確かに野菜安いね。チーズケーキ美味しそう。え、ガトーショコラだって。手作りジャム。原材料にこだわってるらしい。赤城さんの
赤城山のカシスジャムだって。へえ。確かにこれ赤城っぽいのにしたいね。やっぱ赤城鶏じゃん。鶏か。赤城鶏のなんかないか。チーズケーキ。お、さっきのこれお酒に合うチーズケーキやって。うんうん、美味しい。ちょっとこう、うん、甘いのにグッド。うん、なんかブラックペッパーの香りとかグッド。うん、だいぶいい。試食ばっかさせてもらっちゃってるわ。ありがとうございます。公園で食えねえやん。かぼちゃ、かぼちゃ、すごい試食してますけど。試食またいただきます。ありがとうございます。うん、美味しい。ちょっとさ、一人こう持ってくる。散らばって、じゃあ散らばって散策しよう。オッケーオッケー。そうしますか。うん、何にしようかな。今の気分は、いや、ちょっとびっくりさせたいですね。あ、なるほど。うん、いやでもあのジオくんが結構、はい、その癖強めなの持ってくるんで、でも俺はちょっとやっぱ美味しい路線で行きたいなって、はい、思います。この残り1個とかめちゃくちゃ弱いんですよ。やっぱ人気出てるように見えちゃって、はいはい、他のもの見てみようかな。え、いただいていいですか。こちらちょっといただきたいと思います。道の駅限定のシフォンケーキ。あ、めっちゃ柔らかい、美味しい。なかなか決まらんですね。なんかこうネギ系みたいないんですかね。あ、これとかネギが僕は食べてみたいなとは思ってるので、どうなんでしょうか。あの候補はこれにしましょうか。自分こういう漬物とかめっちゃ好きで、あの大根の漬物、はい、めちゃくちゃ好きで。うわ、迷うな。赤城って言ったら赤城鶏じゃないですか。はいはいはい。赤城鶏のなんかあればちょっと買っちゃおうかなと思ったんですけど。で、自分ちょっと赤城鶏の唐揚げに、みんなにバレない。はい、じゃあ僕のチョイスは赤城鶏のジューシー唐揚げ。はい、決まりで。え、ちょっとうまそうなの。見て、スタミナニンニク醤油漬け。元気になりそう。シンプルうまそう。キャラメル、シャインマスカットキャラメル。え、これやばいね。焼きまんじゅうキャラメル、これやばいね。何がいいかな。何回か僕の奥さんがそれで野菜よく買って帰ってくるっす。大きいし安いし、すごいめちゃくちゃいい。俺もう一個候補見つけたわ。はいはい。えげつないやつ。普通にタルトとかうまそう。クラフトコーラ美味しそう。これジンジャーとか、これ割って飲むってことでしょ。炭酸水とかで割って。こんにゃくクリーム大福、この辺も食べたことはない。え、ちょっとシンプル俺の趣味。コーヒーこの辺かな。買うなら深入りの結構ディープなやつが好き。最近コーヒーミルとか買ってちょっとハマってきてる、深いとこまで。ということで買い物が終了しました、はい、公園でそれ食べてこう、はい、どこ公園。あっちだね。じゃあジオから。あ、俺からじゃあ行きますか、はい、これです。黒胡椒仕立て塩だれ下煮たネギってことで。大葉で食べるって言ったんですけどね、うん、まあでもいけるかなと。どうやって食うんだよそれ。くだよくん、これをなんで選んだかっていうと、うん、これ下煮たネギって有名じゃん、うん、俺来て食べたことなくて、うん、結構食べてみたいなって思ったんだけど、季節が冬らしくて、その下煮たネギの今売ってないから、うん、じゃあこうタレ、タレいっちゃおうっつって。なんだよね。買ってみる。なんだよね。でしかも外で食うって言ってんのに。食べれるからこれ。しかも俺らが食べるって言ってんのに。ご飯にかけて豆腐に乗せて焼肉。ないじゃん。ご飯持ってこ。ご飯も豆腐も焼肉もないよここ。想像して。おっ。
ちょっとじゃあ僕が匂いの方を一回確認していいですか、うん、もうすごい感じるけどね。すごいよ、うん、匂い。ああ、近かしい。すごい、すごいね、これこれすごいよ。すごいね、もうネギしかない、うん、ネギだくさん。でも胡椒仕立てだから、うん、うん、ご飯にのせたい。あ味がすごい濃いから。なんだよね。でもネギはすごい美味しい。美味しい。なんか苦味とかそういうのないし、ちょっとピリッとするけど、味すごい染みてるからご飯にのせたらすごい美味しい。いいですか。うんうん、確かに豆腐とか冷ややっことかいいかも。乗せたいよね、うん、でも確かにこれ単体で買うのは、うん、なんですごいいいじゃん、うん、センスの塊でしょ。乗せるもんだから、うん、これ絶対絶対今回のこの企画にこれは間違ってる。タレって書いてんじゃんセンスの塊。でも美味しい美味しい。俺が買ったたのはこれです。焼きまんじゅうキャラメル、はい、キャラメル焼きまんじゅう、焼きまんじゅうじゃない、じゃなくてキャラメル。キャラメル普通じゃ買わないじゃんきっとこれを、うん、まあ、なら焼きまんじゅう食べるでしょ。なかなかね、ちょっと甘いの。はい、どうぞ。お、匂いは俺焼きまんじゅう自体あんまり食べたことないけど。焼きまんじゅう、はい、はい、乾杯。乾杯。キャラメルだから、うん、時間かかるね。なんかキャラメルっていう味はしないね、うん、やっぱり、うん、なん味噌っぽい。そう、噛んでくると味噌の味がしてくる。でもキャラメルも意外と強くてしっかり甘いよね。うん、美味しい。焼きまんじゅうの方がしょっぱい感じはします。なんかちょっとしょっぱさあるけど、うん、にしょっぱい前なんか塩キャラメルとか。ああ、そっち系かもしれないですね、うん、なんか新しい味っていう感じはしますね。まあ、俺からなんですけど、前橋赤城ということで、赤城鶏の唐揚げ。明らかに順番間違えますね。はい。これ最初だった気がするけど。これ最初だったですね。あ、でもそれこそ、あ、かけたら美味しいんじゃないですか。間違いない。はい。そのためのタレだったんだ。あ、そういうことね。うん、味濃すぎるし。癖強いの選ぼうと思ったんだけど、まさかここまで2人が癖強いと思ったので、一番正当だったかなって思うんだけど。まあ、これは、絶対美味しい。もう見ただけで。食べたしかな。絶対美味しいもん。その味付けは普通の唐揚げ。そうだね、そのシンプル唐揚げ。シンプルね、うん、いただきたいと思います。うん、バカうまいめっちゃうまい。なんかさ、うん、唐揚げって、うん、普通やっぱこうやって冷えたり、うん、するとさ、しなしなでさ、美味しくないけどめっちゃうまい。中の鶏の味はすごいしっかりしてて、味染みてるね。グッと、うん、グッいいっすか、うん、俺もうまから揚げ。さっきの2個食った後だからかマジでうまい、ね、さっきの2個食った後の唐揚げ普通にうまい。というわけで、いかがでしょうか、はい、でも3人の個性が出てたと思います、うん。さまざまなものがありますので、ぜひ皆さん来ていただけたらと思います、はい、それでは次の目的地に向かいたいと思いますので行きましょう。はい、行こう。レッツゴー。いいです。じゃあちょっとこれ食べます。はい、食べてください。飛ばさせていただきます。せーの、おいわーしよしよしよし、じゃんけん、じゃんけんじゃんけん、卵じゃんけん、卵じゃんけん、最初はグッ、じゃんけん、ぽい。日本トップレベルじゃない。そうだねそれ多分ね、鼻毛でしたよ多分、うん、やばい、中塩選手笑われてたよね、絶対ね。そういう道が来た、鼻毛出てるっつって、うん、いい思い出、終わりたいよね。勝って終わりましょう、うん。